中国側に対しては科学的根拠に基づいた議論を行うよう強く求めてまいります。処理水の海洋放出に批判的な中国への対応を説明した岸田総理。日本の取り組みについて高い透明性を持って諸外国に説明する考えを改めて示しました。今日はいわき市でも漁業関係者に向けた説明が行われました。放出前、放出中、放出後について徹底して実証の安全性について実施しているということについて常に監視をするということについて約束をしていただいております。 IAEA 国際原子力機関が国際的な安全基準に合致すると報告書を公表したことや、設備が原子力規制委員会の検査に合格したこと、そして安全性についても説明しました。これに対し漁業関係者は、海洋放出について理解していない人がまだまだいる、風評が起きたとき見捨てられるのではと懸念があるなどと意見を伝えました。そして強調したのが反対の立場ということ。消滅してしまうんですよ、これちょっとしたら想定外で片付けられたら、そこが怖いんですよ。私は安全安心という形の中でやってるんですけども、まだまだ不安定があんなという考えを持ってます。国、東京電力と漁業関係者、座る椅子の距離は近くても、お互いの思いや考えは距離が離れたままです。